そりゃそうでしょう。彼らは拾ってくれたわ。触れてないとまでは言えるわけない。なるほど。じゃあこういう解釈だわ。24時の時点で屋敷外に存在した何者かがあらかじめ手紙を廊下以外の場所に置いたのよ。そして何らかの方法でそれが移動して最終的に廊下に置かれた。仮の想像ですが、例えば使用人たちが押してきたお茶の道具を積んだ配膳車の下部の裏側に貼り付けられていたとか、それは時間が経てば剥がれてしまうような簡単な接着、それはやがて剥がれ落ちて存在しないはずの魔女が置いていった手紙となる。つまり時間差で手紙が現れるようにすることで、真の差出人がその時刻にアリバイを作ろうとする古典的トリックです。緊急青き真実有効なり。ちょうど都合よく食堂の扉の前に落ちたのは犯人にとって幸運だっただけということ。下手をすればそこは厨房か廊下か、はたまた食堂の中だったかもしれません。はぁ、グッタ。食堂の中ならば随分と素敵ですね。全員の監視の中、突然床に手紙が現れる。食堂という密室に忽然とその場の誰も触れていないという赤を維持したまま。お見事です。配膳車の下部に手紙を貼り付ける行為なら誰が犯人でも可能です。手紙についてはまずまずね。でもそれと同じ論法がノックについても通用するかしら。じゃあもう一度同じやり取りをしようかしら。ええ、どうぞ。クラウス、夏日、ゲンジの3人はノックをしていない。これは扉だけはノックしていないという限定的な意味じゃないわよ。音が伝わる柱だろうと、録音したカセットテープの再生ボタンだろうと、そのノック音を生み出したことは断じてないという意味。無論直接的にも間接的にも意図的にも偶発的にも無意識的にもね。すでにくさびを打ってるけど繰り返すわ。クラウス、夏日、ゲンジたち3人以外の誰かがノック、あるいはノックと誤認させる音を発生させたのかもしれない。緊急、謹んで申し上げ奉る。24時の時点で2階廊下にいたクラウス、夏日、ゲンジの3人と食堂にいた全員以外の一切の人間は屋敷内に存在しなかったので申し上げ奉る。緊急、謹んで申し上げる。クラウス、夏日、ゲンジの3人に加え食堂の全員もまたノックしていないこと申し上げる。このノックとはノック音を生み出す直接的、間接的、意図的、無意識的、偶発的な全てを含めるものなり。つまり屋敷にいた人物全員がノック音の発生源とはなり得ないという意味です。そしてこの全員とは誰も把握していない観測されていない人物であったとしても含みます。なるほど。どうひっくり返そうとも、いわゆるゲストハウス組にしかノックオンの生成は不可能というわけですね。例えば私、このフルドエリカがカセットテープにノックオンを録音し、それをどこかにこっそり仕掛け、ちょうど24時頃に再生されるような仕掛けを施したなら、もちろん24時の時点では屋敷にはいないわけです。これなら何も問題ないじゃないですか。問題ないです。しかし扉の前に手紙があればこそノックがその存在を教えるきっかけとなりますが、もし厨房などに手紙が落下していたらノックは手紙の存在を教えるものにはならなかったように思います。
床に置いたという赤も、もっと細かく言い直すわ。屋敷内の誰一人、手紙を廊下に置いた者はいない。それは直接的、間接的、意図的、偶発的、無意識的、すべての概念だよ。例えば、配電車に停車すると手紙が落ちるという仕掛けがあったと仮定する。これならば、食堂の扉でノックするために、一度停車するだろうことが事前に予見できるから、うまいこと扉の前に手紙を落とせるように思えるかもしれない。しかしこれもダメなのよ。配電車を停車させることが、廊下に手紙を置くという行為を間接的に示してる。よってこれでは、台車を押していたシャノンとカノンが、間接的に、無意識に置いたことになってしまう。だからこれもダメ。さらに言うと、時間が経てば剥がれて落ちる仕掛けも、そこまで配膳者を押した人間によって、偶発的に無意識に置いたことになってしまう。もちろんこれもダメ。復唱要求。24時の時点で、屋敷以外に存在するのは、エリカ、ジョージ、ジェシカ、マリア、ナンジョ、ゴーダ、熊沢のみである。復唱要求？気前よく赤をサービスしてるからって、ちょっと欲張りすぎじゃない？私、ベアトみたいにバカじゃないから、相手の求める復唱にペラペラ答えたりなんかしないわよ。今度お風呂で、マシュマロとコンペイトーのスクラブで全身マッサージしてあげるわ。生皮剥げるくらいにゴリゴリと。絶対よ、約束だからね、ジュルリ。いいわ、サービスしちゃう。復唱要求に応えるわ。24時の時点で、屋敷以外に存在するのは、エリカ、ジョージ、ジェシカ、マリア、ナンジョ、ゴーダ、熊沢のみである。なら配膳車ではなく廊下の天井に手紙を貼り付けてあったのかもしれません。廊下の天井は案外高いから、堂々と貼り付けてあっても誰も気づかないかもしれない。これなら廊下に落ちるのは確定的。そしてそれを屋敷外の人物が行ったなら、赤も潜れる。グッド。私、金刑、慎んで申し上げる。廊下天井に手紙が存在したことはなきなりや。金刑、慎んで申し上げる。配電車に手紙が触れたことはなきと知りたまえ。知らないです、そんなこと。とにかく屋敷以外の人間が何かのトリックであそこに手紙を置いてみせたんです。あの手紙とノックでベアトリーチェを存在させようなどという目論見は、このフルドエリカには断じて通用しません。金刑、慎んで申し上げる。屋敷以外の全員は親族会議開始も、屋敷内にて何を行うことも不可能なる。じゃあ親族会議以前に屋敷以外の何者かが何らかの仕掛けを施したのよ。天井と配膳車以外でです。金刑、青木真実、向こうナリア。なんでですか、それしかないでしょ。天井と配膳車以外の何かに屋敷以外の誰かが何か仕掛けをしたのよ。金刑、その何かを特定もしくは仮定せぬ限り、青木真実とは認められぬものなり。金刑、手紙についてのエリカ教の青木真実は全て失われたものなり。全て失われたですって、言い方にもう少し気を使ってください。使えない家具の皆さん、その仕掛けを思いつきさえすれば即座にチェックメイトなんです。それを全て失われた。青木真実は向こう。このよくもそんな口を、探偵フルドエリカに。ミスエリカ、手紙の謎は一度保留してはいかがですか。
ノックの推理、屋敷以外の何者かがカセットテープなどで聞かせたとする青き鎖は未だに有効です。音が可能なら手紙もまた不可能ではないはず。そうです、ノックについては私の青き真実未だ有効なはずです。全てを否定されてなんていません。我が主、手紙の謎は必ずや解いてみせます。お時間の猶予をお許しください。しかしノックの謎については確かにここに。屋敷以外の人物がカセットテープなどでノック音を聞かせる仕掛けを施したとする青きくさびでうがちました。本当に可愛い子ね、ベルンのコマは。本当にけなげだわ。とりあえず2つの謎のうち1つは降参だけど、1つは解けたからお許しをって叫んでる。どうする？許してあげる？そうね、私の駒の分際で降参なんて外さるし、絶対に許せないところだけれど、一つは解いてみせたのなら今回は多めに見てあげようかしら。我が主。じゃあお仕置きだわ、エリカちゃん。すべての人物はノックオンを誤認することはない。へえ、何それ。ノックオンを誤認しないということは、つまりノックオンによく似た他の音をノックオンと勘違いしたりはしないということよ。柱を叩くとノックに似た音がするなんてのもアウト。ノックオンをカセットテープに録音したとしても、それはもはやノックオンを録音したテープの音であってノックオンではない。だからこれもアウト。つまり実際にあの扉を叩いたノック音を全員は正確に識別し、絶対に聞き間違いないということよ。あの扉を直接叩く以外のあらゆる音をノックと誤解することは絶対にありえないということ。そんな、でもそれじゃあの24時の鐘の音の時扉を叩ける人物が存在しないことになるじゃありませんか。そうよ、存在しないわよ。だって黄金の魔女ベアトリーチェが叩いたんだもの。つまりあの扉を叩く以外ごまかしようはないってことね。ならこういうのはどう？扉をノックしてくれる何かの仕掛けとか、自動のドアノッカーみたいな仕掛けがあって、それによって手を触れずにノックすることができたとか。ノックは人が手で扉を叩くものよ。仕掛けで叩いたなんて認めないわ。24時の鐘の時にノックが聞こえたわ。その時食堂の人物全員が確かにそれを聞いたわ。そして彼らは誰もノック音を誤認しない。クラウス、ナツヒ、ゲンジの3人はノックに関わっていない。それ以外の人物は誰も屋敷内に存在もしない。そしてノックは直接扉の前に立ち、手で扉を叩く行為を指す。ねえベル、どう？私の赤はまだ第一の晩以前なのに、なかなかシンプルで遊びがいがあるでしょ。黄金の魔女はノックの音とともに静かに降臨。面白いわ、本当に面白いわ。ラムダ、こうでなくっちゃ。ああ面白い。若主、ご安心よ。その程度の赤、我が灰色の脳細胞は時間さえ与えられれば必ずや答えを導き出してみせます。あんたなんて所詮は子も、いてもいなくても私がゲームを進めるには支障がないのだから。特に推理が思いつかないなら、おとなしく駒置き場にでも戻って埃をかぶっててちょうだい。使えない駒は記憶に留めるのも苦痛だわ。
ベリンは忘れっぽいからね。あんたもうちょっと頑張らないとベリン忘れられちゃうわよ。忘却の駒置き場で永遠に埃にまみれながら決して来ぬ出番を待つのってとっても辛いと思うけれど、ご安心よ、ダイダムタ・デルタ教、そして我が主、必ずやお気に入りいただくことができるよう二度と失望させる活躍をお約束いたします。ああ、さすがは私の分身ね。頼もしいなら本当に頑張ってね。いろいろとあまり活躍がないと私、あなたのこと忘れちゃうかもしれないんだから。